以上ザンスカールの好きにさせるわけには。直撃コースだ。なんだ、さっきの攻撃は。名前だけは立派なゲリラどもが。こいつはしびれるぞ。狙いが甘い。猫の目か、キツネ目なんか。みんな離れて、キャノンを使うから。撤退するしかない。来たね、ザンスカール。そこだね。やつにせめて一矢報いなければ。地味な色合いがいかにももどきだな。ワイヤーで絡め取る。敵のテリトリーに踏み込みすぎたか。ジュンコさん、無茶はやめて。そこは射程内よ。機体が爆発する。ガンダムに乗ることになるとは。向かってくるなら。この程度の覚悟はできている。お返しはさせてもらうぞ。一報を届けるために。体が動いてくれる。奴を叩けば大きな功績となる。ワイヤーが絡んだ時が最後だ。やられてないよ、まだ。エスパのモビルスーツなんかに。こいつのビームだ。落ちろ。ザンスカール帝国に栄光あれ。主義者のやり方は過激すぎるんだ。近い。だったら食らえ。もうダメだ。前方に敵。そこを動くな。あったれ。粘動波ガウンジェロサイダー。撤退するしかないのか。
これ以上ザンスカールを好きにさせるわけには。平等修正、地弾着弾、12000、朝廷、よし、射撃、今いけし、しまった。クロノクルさん、あなたはしつこいんですよ。こいつのビームなら落ちろ。なんだと、こんなはずでは。プレイヤーの皆さん、お久しぶりです。いや、
はじめましての方も多いのかな。ウッソエビンって言います。これから休憩に入る皆さんにある言葉を送ります。僕の故郷の名前で、南太平洋の言葉で、こんにちは、さようならっていう意味だそうです。また皆さんに会えるようにって願いを込めて送ります。それじゃ、カサレリア。